ちらが世界一の長さのギネス記録に挑戦する畳です。これから記録測定などが行われます。今日は製作に関わった生産者などが集まり、測量士による記録の測定などが行われました。熊本県は国内で生産するイグサの 90% 以上を占めますが、住宅の様式化や価格の安い中国産の浸透などで厳しい状況にあります。数十年にわたってこうあまりいい状況じゃない、あと何年、まあ、10年こうイグサが、まあ、日本国産として生産できるかという状況に今陥っておりますので、そのため地元のイグサで作った畳の良さを知ってもらおうと、畳職人などおよそ40人がギネス記録に挑戦。4万本以上のイグサを使い、一般的な畳7枚分の畳が完成しました。気になる記録は、従来の記録をおよそ1メートル塗り替える 12.67 メートル、近くギネス記録に認定される見通しで、認定されれば八代市内でお披露目会が開かれる予定です。